令和元年台風第29号は2019年12月にフィリピンに上陸した台風である。進路図2019年12月19日頃にトラック諸島近海で形成が始まった低圧部が20日3時に熱帯低気圧に発達。合同台風警報センターは21日15時に熱帯低気圧形成警報を発表し22日6時に 熱帯低気圧番号 30W を不安した。30W は同日9時にはカロリン諸島で台風29号となりアジア名ファンフォンと命名された。命名国はラオスで動物を意味する。またフィリピン大気地球物理天文局は23日6時に台風が監視エリア内に侵入したとしてフィリピン名ウルスラと命名した。台風は24日6時には 強い勢力となり、同日夕方には強い勢力を保ったままフィリピンの東サマル州、サルセド付近に上陸した。その後は南シナ海へ抜け、28日15時に北緯15度、統計114度で熱帯低気圧に変わった後、29日15時には消滅した。この台風はクリスマスのフィリピンを直撃し、東サマル州に大雨や強風による、 大規模な洪水や土砂崩れ、道路の寸断などをもたらした。国民の8割以上を、キリスト教徒が占めているフィリピンでは、クリスマスは重要なイベントの一つであるが、その最中の台風襲来となった。災害対策当局者によると、東ビサヤ地方では4000人以上が避難し、避難者の数は合計でおよそ58,400人に、達した。クリスマスの25日、 港では157隻の船が出港できずに2万人以上が足止めされている。また少なくとも60便の航空機が欠航となった。地元のメディアは台風の影響で24日から25日にかけて100個の住宅が損壊したと報道した。人気リゾート地として知られているボラカイ島など多数の自治体で停電も発生。タクロバン市では 風の影響で大規模な火災が起きたものの、最悪の事態には至らなかった。フィリピンは、同年12月上旬にも、台風28号に襲われており、死者や被災者などが出ている。なお、クリスマスに台風がフィリピンを直撃するのは、2016年の台風26号以来3年ぶりのことであった。日本とは違い、12月になっても台風がフィリピンを襲うことは珍しくなく、 平均すると2年に1個程度は通過しているが、クリスマスに限定するとさほど多くはなく、比較的珍しいことになる。1951年の統計開始以降で調べてみると、この台風以外では、1954年の台風23号や1981年の台風29号、2012年の台風25号や2016年の台風26号などが当てはまるが、 このうち、クリスマスイブからクリスマス当日にかけて通過したのは、1954年の23号のみとなる。この台風のアジア名、ファンフォンはこの台風限りで使用中止となった。さらに、この台風のフィリピン名、ウルスラも同様に、この台風限りで使用中止となり、地順からはウボンというフィリピン名が使用されることになった。これにより、 U から始まる台風のフィリピン名は3年連続で引退扱いとなった。ありがとうございます。